ミロス・フォアマンは、チェコスロバキア出身のアメリカ合衆国の映画監督、ミロシュ・フォアマンとも、チェコヌーベルバーグの一員として活動した後、アメリカに拠点を移し、アカデミー監督賞を2回受賞している。チャースラフ生まれ。第二次大戦中は、プロテスタントの両親に育てられたが、実の父がユダヤ人の建築家、オットーコーンであったことを後に知る。養父 リドルフ・ホルマンは大学教授だが、ハンナチソーの持ち主として下手たっぽから尋問を受けた。あと、金賞を学生に配った罪で逮捕され、ブーヘンバールトで死亡。母もアウシュビッツで亡くなった。このため、親戚や友人の家を転々として育つ。1951年に、プラハの国立映画学校で学び、チェコヌーベルバーグの一員として活動。 東欧世界を代表する映画監督として認知され、1966年には、ブロンドの恋。1968年には、ガジだよ。かわいこちゃんでアカデミー外国語映画賞にノミネートされた。チェコ事件を機にアメリカに移住し、英語圏での第一作目となる、パパ、ズレてる。で、カンヌ国際映画最新サイン特別グランプリを受賞。1977年には、 アメリカの市民権を取得している。同年コロンビア大学の映画学科教授に就任。1975年の、格好の巣の上でと1984年の、アマデウスでアカデミー監督賞を受賞。アマデウスでは作曲家モーツァルトを、ラリー・フリントでは、ポルノ雑誌、ハスラー創刊者のラリー・フリントを描くなど、しばしば電気映画を制作している。2006年には、 ハビエル・バルデム主演の宮廷画カゴヤは見たで画家ゴヤの人生を映画化した。2018年4月13日在住先の米国コネチカット州の病院で病気のため逝去。86歳没。逝去は翌14日にフォアマンの妻が公表した。第91回アカデミー賞の逝去した映画人に哀悼を捧げるコーナーインメモリアムで追悼された。 ありがとうございます。